この物語は、ドラお嬢様が適当に遊んでいるところを淡々と録画したものです。過度な期待はしないでください。過度な期待はしないでください。あと、チャンネル登録しやがってください。はい。下ネタパラダイス、バイオハザード4。実況プレイ。いくぞ。さあ、前回ちょっと飛びましたけど、もうアシュリーがいる状態から始めていきたいと思います。アイテムはこんな感じです。パニッシャー、マシピソ、ショットガン、あと略。じゃあ行きたいと思います。そこの何だっけ、軽く安定の死亡率です。よく考えたらですね、あーシュリー、あ、危ない。ハンドガンの限定仕様の普通の初期ハンドガンの限定仕様のクリティカルヒットね、あれも良かったんですけど、よくよく考えたらこれはプロフェッショナルなんで、クリティカルね決まったとしても集団で来られた場合ちょっと体術が決めれないんですよね。だからパニッシャーでいきたいと思います。威力より、威力じゃねえよ、クリティカルより性能で選びました。盾持ってるやつとかショットガンぶち込まないと盾壊れないですもんね、あれね。あれはちょっと厄介で、で見落としがちのここ2つあるんですね。で、ショット、ガンについてですか、古城で手に入る、ポンプ式のやつに乗り換えます、後々。おほほほほ、何のためらいもなく改造してしまいましたよ今。やっぱいいよねこのアシュリーの、なんて言うんでしょうね、このジーンズにこの食い込むお尻とか、このお胸とか、もうちょっとこっちおいで。わかるかな。うわ最悪、 PS3 版これカットされてる。胸揺れがあるんですけど、カットされてるっていう、なんか最悪な仕様ですね。Follow me.いや、揺れてる。ちょっと。あ、揺れてるな。揺れてる、揺れてる。なら許そう。どういう基準だよ、みたい。Wait. Follow me. ダン。ここまでの死亡回数11回です。最初のチェーンソーのところで何回か死んだんだ俺。いや、そこじゃない、そこじゃない。どこで死んだんだ俺は。結構な頻度で死んだんだ。そうそう。なんだっけ、石が転がってくるとこあんじゃん、最初。コマンド連打。
あれってね、プレイしてる体勢によるんですけど、てめえてめえ、アシュリーマ殺しちゃいけないって今サドラカ命令食ってんじゃねえのか、てめえ。はい、明るい明るい、まあ、こんな感じパニッシャー本当にプロでは輝いてますね。飛距離があるからこれまず回復だろ、常識的に考えて。マックスアブが左、この奥さんがうざい。はやー、なんでおばちゃんも吹っ飛んだんだよ。なんかね、キャプチャーの使用かしんねえんですけど、暗いところは本当に暗い、暗すぎるって、逆に暗すぎて見えない。あっお前、それねえだろお前。やばい、ここ来たら、うわっ、そう、こういう場合はね、クリティカルを狙うように、当たんね。クリティカル狙う前になんか外しまくった。お、危ない。でもショットガンとマシンピストはショットガンのために、違う、エルヒ、次のエルヒガンテのために残しておいた方が吉なんでね。ロケランぶち込むぞってぐらい大事なんで。ガラスが修復されてる。アイテムって再配置かな。あった。ない。やっぱね。お、またこのガラスも修復されてる。意外にボス戦でね、爆弾系が役に立つんですよ。ダメージ軽減できたりとか。試しにね、さっきやってたんだけど、いや本当に意外に使えます。見えなかったぞ、近づかないと見えなかったぞ今。黄色いハーブ、あー、アシュリーにマックスハーブ使っとくか。これで呼んだらどこに行くかな、上に行っちゃうかな。フォローミー、あ、修正されてる。プレ2版ですとね、ここでカモンしたら上に行っちゃうんですね。フォローミーか、フォローミーはレベッカたんだよ。ファイアミ、これある。アスリーやね。
生理痛でなんか痛いみたいですけど、こっち向くな、アシュリー。この向こう行けよ。Follow me. Wait. このクイ君、このお尻がたまりませんね。Follow me. あ、ライフル持ってないんで。なんだっけ、古城だっけ、あそこで買う予定だからいらないかなと思って買ってません。うん、いや、そうそう、使ってあげないといけない。黄色使っちゃう、アシュリーに対して。いや、アシュリーや卵、いや、意外にアシュリーうざいもんな。使っといていいか。俺は卵でいい。昔はね、体力もうあと1回食らったら死んじゃうっていうのが主流だったんだけど、よくプロでそんなことやってたよ。俺はノーマルだったらいい、よかったんだけど、そういうことは。やっぱどうせ出てきますからね。トラバサミが一番怖い。あ、死んだ。何もない、何もない。このアシュリーは捕まって何日も経ってるんだよね。いや、どこに一体用を足していたのか気になりますけどね。はっ、入っとけ入っとけ入っとけ。俺、これ取り逃してんじゃねえか。まあ、いっか。あ、動画時間については違うわ。今回いつまで何分と、死んだ、取るっていうのは決まってないんで、俺が疲れたらやめるっていう。とりあえず集まってもらって、でロングキック、なんだロングキック、ね、パニッシャーこういうことができるんですよね。でも的を外すと結構焦る。で、寄ってきたところをハンドガンじゃねえや。お前、かわして、かわしたか、すごいなお前は。寄生体が出ない方法、体術で倒すだけだったかな。ナイフでも出る、武器で使ったら出る。あ、手榴弾系はか。あと手榴弾と言わず手榴弾っていう人もいるけどね。どっちでもいいんだけど、それはどっちでも合ってるんだけど。お金、お金、今ね、現段階では改造できる段階でマックスなんだよね、ショットガンは。上にいるのは知っている。いない。あれ？ミラノに行きたいの？そうそうそう、いること忘れていた。あ、死んだ。そう、
俺5回ぐらい死んだとこあんだよね、連続で。で、その一つがさっき言ったあの岩のところね。で、こいや。で、もう一つがどうだったっけ。どこだっけ。結構序盤で死にまくったんだ俺。どこで死んだんだっけ。なんで思い出せないんだろう。あれ、ステインってどこであったっけ。ステイン、ここかな。あら、この道ってあれじゃない。あ、もう早速戦うのかこれ、村長と。マジか。なんかちゃっかり宝の地図買ってるっていうね。そう、ダイナマイトたくさんあるところ、どこだっけ。あ、思い出した。初めての武器商人のところで何回か死んじゃったんだよね。勝手に来い。来たら受け止めてやるからよ。でもスペシャルコスチューム2で来なかったのだけは褒めてください。そもそもプレツがのコントローラーじゃねえや。あ、村長まただった。あんた誰。村長次だっけ。あ、次だ。うわ、来ただ。難関。ステインのあと一個か。黄色か。仮面のあと二つ。どこだっけ。なんで思い出せないのか不思議なんだよな。おい、銃もないのになんで弾だけあるのかっていうと、どうせ古城で買うから。正直それまで必要ないと思ってるんで。初登場かな、このプロフェッショナルなんで。ああ、ムービー飛ばしてしまった。全部飛ぶんだ、これ。で、これマックスアーブが1個できる。卵1個空になっちゃった。で、ここを塞ぐ。で、ここを開ける。体術決まった。ドイツがね、もっとバンバン打ってくれたらねいいんですけど、それレッドナインだから攻撃力あると思うんだよね。やべえ、全然こっち見えない。暗すぎて見えない。体術。あ、ありがとう。決まれ。あ、フリース。
お、お金ありがとうございます。あ、来たの？来たの？来たんですね。ダイナミックキック。おっと。やばいやばいやばい。この状況ちょっとまずい。寄生獣食らって、うんこ臭いになっちゃう。はっ。あ、そうか。俺はハンドガン好きだからいけねえんだ。ショットガンもっと活用せねばならん。活用するような場所が。なくなってた。よし、ルイス頑張れ。いった。あいつショットガン食らっても平気やぞ。あ、寄生獣がいたのか後ろに。さっきなんか使えていったのお前。危な。お、ラッキー。危ない、危ないね。何この寄生獣還元祭は。正確にはプラガって言うんですけどね。やった。ショットガン祭りじゃわっしょい。あ、やべ、なんか右から飛んできた。クラクラ。これ食らったな。食らった食らった。あ、なんかマシンピストを俺装備してる。手榴弾がないな、もう。よいしょ。食らいやがれ。食らいやがれ。食らいやがれ。この差の、あ、この葉の里秘伝千年殺しを食らわせるぞ。地味にやばい。ちなみにナルトはガーラに対して一回千年殺しを決めてるぞ。いや、来たぞ。ルス来たぞ。言われた通り来たぞ。言われた通り来たぞって。やべ、間に合うかな。あ、お前、お前、ルイスじゃないの？ルイスと思ったら、ガナーで。ガナードと思ったら、ルイス。あざっす。止めごろーと古い、超絶に古い。ああ、あおおお、あ、時間経ってしまいましたね、これね。はい、あ、12回死んでたね。いや、あ、なんで灰を選ばなかったんだ。ちょ、アイテム取り行きやす。ね、すぐ始めれば残ってますんでね。一個だけ。ちょっと武器が弱すぎたな。いやー、エルヒガンテたちのために取っておいた爆弾系がもう、あ、手榴弾は、焼夷はいらねえんだよな、正直。
聞いたっけ、ガナドちゃんに。あ、ガナドちゃん、エルヒ、Wait. エルヒに春日眼帝みたいな。俺春日わからないんで、とりあえず最終回まで見たは見たんだけど、話の流れはちょっとバラバラっていうか、あれ1話、これ1話なの、これあれ、これ2話だったのみたいな、なんかそんな感じ。まずこの状況で、エルヒガン、そうそう、俺エルヒガンテにはね2回目はノーダメージ行ったんだよね。爆弾の援護があって、犬が車に倒したっていう、しかもあ、これか、セーブし忘れたからここでします。よし、どっちにしようか。チェーンソー姉妹で弾を貯めて、いやいやいや、逆だな、最初はエルヒからや。なぜかって個人的にはエルヒの方が簡単だからさ。一人しかいないからね、敵。あ、あ、アシュリー。ダメージないんだっけ実は。まずこれをぶちかます。で近場でショットガンを一発ぶち込んで、俺の限界は7回だやっぱり。どうもね、あれなんですよ、あれというか、聞いてない感じ。聞いてない感じやなこれ。ダッシュ惜しみなく使うぜベイベー。あ？もう80発ぐらいいっぺんに使ってしまったぞこれ。そして消費手榴弾すげえもったいない気がした。あっ、やったんじゃねこれ、やったんでねこれ、かます。やばい、買ったのはいいけどすげえ消費手榴弾がもったない感じがした。いや、一番被害が大きいのはマシンピストルの弾、これ4発すぐ使ってしまうと思うから、とりあえずこの辺に置いとくか。まあ勉強になりましたね。これは、エルヒには効かないって。どうせ忘れてるんだろうな、またここ来るとき。なんかすげえ消費手榴弾使った記憶があるっていう、そういうそっちの方の考えが残ってて、逆にね、消費効くんだろうみたいな。あ、でも実際ダメージあったのかもしれない。
そうかもしれない。俺宝どこだっけ、行き過ぎた。アシュリーがちょっとダメージ食らうのは予想外でした。これ見逃したはずはなかったんだけど、まあいっか、どうせ2つとも行くから。俺思いっきり四角連打してたんだけどな、どっかに見落としたんだやっぱり。あ、これか、いらない。いや、いいお尻だ。レオンは下痢でアシュリーは生理痛っていうね。俺生理痛の痛みわからないから、ちょっとね、わからないよね。こっち、まずここにアシュリーを隠す。これを爆発させる。後ろを向く。こいつ死んでない。やばい、目がかゆい。目のまぶたか。処理さあ、あ、お前ここで外すと正直焦るぞ。めっちゃゴリ押し感がすごい。一応ノーダメージではいけましたが、まあここはまあ前もノーダメージでいってたからね。なんだこの鳴き声は。こういう鳴き声してたんだ。フリーズ、フリーズ。気づくかな。気づいた。あ、死んだ。たまに死ぬ時ありますよね。実際死なないっていうのがおかしいんですけど。ここでライフルがあればな。体術で一回飛ばす。優先順位はこっち。当たってんのこれ。結構打ったけどクリティカルはあんま来なかった。まずシミュレーションだ。え、爆弾1個しかないの。ショットガンでやつをまずひるませるだろ。ひるませたらまずこれで爆弾で大ダメージで、あとはちょっとこれでマシンピストでとりあえずの大ダメージを与える。その作戦でいくか。いや、あれなんで？宝をはめはめしとこ。でもその前に大ダメージ与える前に、その前に周りのやつらをねぶちのめさないといけないという仕事が残ってますから。
登って。ふう、あー、うざったいなー。あー、どこだ、ちょっと、しょ。あ、これ確かハーブだった気がする。あ、これ固定なんだ、やっぱり。お前、二人いっぺんに来た。倒れてる時が一番ね、ダメージってあるんですよ。やばい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 。これは仕方がない犠牲なんだ。信じてくれ、ジェニファー。お、一匹死んだ。やったね。よーし、便所の鍵をゲット。あとも買ったも同然や。あの、マシンピストルのね、連射が、良かったみたいですね。良かったっていうか、すげえ弾を犠牲にした気がする。ここで死んだら笑える。よし、フラグ立てても大丈夫でした。あ、いいおっぱいだ。なんかやっぱデフォルトやな、この瀕死は。このハンドガンを捨てるっていう選択肢もありますけどね。あ、いいケツだ。意外に見落としがちな、ここ。お前、今思った、ここ突破したら村長じゃねえか。ぶっ続けであるぞ、お前。マジかよ。今はめ込んだ時点で思い出した。なんかこのタイミングの悪さ。Wait. たまたま。Follow me. うん。うん。村長にもガナドを。Wait.そこで待っとって、待っとってって思いっきり方言じゃないか。さあ、これが手持ちです。行くか。まず弾をなくして弾が出やすくなるっていう状況を作り出そう。え、これは、どう解釈したらいいんだろう。どう解釈したら、これどういう解釈。あ、よかった。よかった。なるほどね。一発で死んじゃうパターンね。これか、仮面は、取ってないことになってる。死ねないな。
死ねないか。死ねないか。あ、ここ意外にハメポイントや。受験生の君に告ぐ。まず答案用紙をもらったら名前を書くことを勧めるぞ。先にね、間違えた。この間でですね、2回目の免許を取得のために仮免を受けに行ったんですけど、まさかの名前を俺書いていなかったということで、満点、本当は満点だったけれども0点になってしまったっていう。皆さんお気をつけください。あー、猛攻すぎる。これ猛攻サラザあるから。弾がないのよ、この乱暴プレイ。あれ、俺装備してなかった今。あ、なんであそっちなんだ。お、やったね、やっぱ来た。見ずれ。お金、お金、お金は大事だよ。よいしょ。いや、なんとかいけましたね。確実に弾は、あ、地味に増えてた。卵なくなっちまったやん。俺思ったんだけど、ウチハシスイだっけ、まあイタチがアマテラスで消したじゃん。あの目をカカシにやればよかったと思う。ああ、でもな、カカシどうなんだろうな。肉体的な問題で耐えれるのかなって今一瞬シスイとイタチはどっちが強いんだ。イタチのなんだっけ、親友なんだっけ、より上だっけ。よくわからないその辺は。ナルトは今熱いぞ。Got a selection. What are you selling?危ない危ない。売っ払ってしまうとこやった。どうせ向こうで会うからいいよ。足速いね。
速い速い、アシュリーの足は速い。さてと、ジパッとお金、狙うか。3発、2発外した。ちょっと鎖で見つらい。いやー、よし、ん、このポインター見失うとね、焦りますよね。もう本当上達したのか上達してないのかはっきりしないな、俺の腕前は。やっぱ海外版と比べて胸揺れや抑え、胸揺れ的なもんは抑え気味になってますね。お、先行聞いたっけ、村長に。あ、とあるバイオ4の実況者がですね、村長のことをズル向け村長と名乗ってました。あー、あれは面白かった。なんでやねん、なん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 、お前のせいだと。あ、デンジャーじゃねえか。へえ、イエローハーブあったっけ。一人だけだね。はは、村長にノーダメージというね。あ、なんでこっち来んだよ。やべえ、弾が村長で必須なこのマシンピストンの弾がやばいな。こっちやった、よし、もう全部売っ払える。あれ、イエローハーブ確か村長のハウスにあって、ハウスじゃねえや、なんか物置みたいなところにあって、2階にまでダッシュしたらある。右回りか左回りか忘れたけど、確か黄色いハーブがあった。そう信じたい。ハンドガンはちょっときついんだよね。ちょっと状況整理、まずこれを、ここだろう。この状況でアイテムはなんていうか回復はない状況でも弾はこんなにある。どっちが優先されるのかな。弾撃ってくれ、弾撃ってくれたらいいのに。
売っ払うって言った。ん？ちょっと待てよ。次のチャプターが古城か。あ、そうかそうかそうか。じゃあいいのか。ショットガン新調できるの。さあコマンドミスんなよ。どう？よし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 と。まずイエローハーブを求めて。こっちでありますようにと。反対だった。やべえやべえやべえ。うおうお。はあ、とりあえず一安心。トイレ行きたい。よいしょ。おっ、危ねえ。なんでここでそこで手榴弾を使わなかったっていうと、ドラム缶があるから。いや、数で。おお、ほほほ。ハンドガンでちょっと時間かかると思う。やばい、これ引き寄せるだけだから。はっ、基本ガナードと同じです。はっ、あう、これ引き寄せるだけ。醤油手榴弾効くのかな。あるっていうことは効くんでしょうね。やったー。前は1時間かけても倒せなかった村長ですが、おほ、やったねやったねやったね。もうここもう勝った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 同然。ちょ、股間邪魔、下半身邪魔。あとは地味にやっていきましょう。よかったね。よかったよかった。ああ、よかった。ドラム缶ある。ああ、よかったよかった。ああ、よかったよかった。なんかもう村長死亡確定だけど。死んだ？あか、柱が邪魔しとったぞ。弾なくなってた。11発だと。あ、なるほどね。体力マックス付近でも一発で死んじゃうのね。でも結局回復しても無駄ってことね。了解した。この勝った手をおごりがフラグだった。上にマックスハーバーあったから。コマンド来るぞ、気をつけろ。あれ、種類だよね。ふっ、おし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 。あっ、しまった。
あ、やべ。なんでさっきかわさなかったんだろう、これ。はっ。うっそ。やべ、マックスハーブを求めて上に行かねば。ルルン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 、マックスハーブ、マックスハーブ。あれ、あれ、あ、危ねえ。肝心なグリーンハーブがないと今最悪な事態が頭をよぎったけど、問題なかったみたいで。まずひるませて、俺はこれをリロード。よし。おお、今。よしょ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 、俺はもう勝ったぞ。いやいや、勝ってない勝ってない、まだ勝ってない。95個か。まず体勢を整える。あっ、あっ、村長、これレオンに勝ったとどういう、いや、どうやってか阪神とくっつくつもりだったんだろうね。背骨っつうか脊髄はもうねえ、ちぎれてるし。あ、外した。結局一発なんだよね。やばい、弾が。もうこれラスト21なんだけど、今みたいに近づいてきたらショットガンをぶちかますか。違う、この場合は手榴弾。おお、ポロリした。よかった。よかったよかった。ああ、よかった。よかった。前はね、1時間頑張っても倒せなかった村長の目玉を取ったぞ。お金。お金お金。で、取り逃しがないように。上は特に取り逃しはない。お、仕方がない。ハンドガンをね、昔は使ってハンドガンの弾がないって、今度は逆ですね。今度はハンドガンの弾が余るようになってきた。出よう。あ、あ、大丈夫っすよ。うん。いや、
ず海賊来るから リロードは避けておこうか。このね安心感すごいすごいよ。でも2回目は結構外したもんな俺。アシュリーが乗り遅れてアシュリーが別のゴンドラでみたいなそういうことがあったら面白そう。逆にこの段階なんかレオンなんか臭いみたいな私別のゴンドラ乗るねみたいなそんな感じみたいな状況が把握できない自分でも。これカットできない。ね、使った目はね、もちろんポイ捨てですね。はい、ポイ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 。やっと来た。あれ、トラック来ねえ。いや、もう一歩前だったのか。見えない見えない。これ前に俺出すぎて引かれてゲームオーバーになったことあるからね気をつけよみんな。あん弾があった。いいやん、ハンドガンの弾だ。ハンドガン、うん、よし。姉ちゃんいい乳してまんなって。これも古いか。ん、これ仮面移動。ベルベットブルーフィレウニ、あれ来ないな。急げ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 。みんな聖火ランナーだからちょっときついぞダメージが。よかったよかった。ちょっとトイレに行きたいからな。一回セーブして一旦録画を止めよう。あ、ムズムズする。すぐ戻ってきます。はい、ぶっ放してきました。では再開だ。外雪だ。ドガンね、売っ払います。まあ、古城戦は正直楽です。うん、隠れながらできるんで、あそこは気をつけろ。お前警戒したのにこれか。警戒した結果これか。死んだ、生きてんのか。逃げんじゃねえよ。フリーズ。あっ！あ、ここ割れるんだ。試しに撃ってみたけど。よっ。
got some rare. What are you selling? さっぱら、うっぱら。Ah, thank you. Is that all? Is that all? Thank you. What are you buying? まずケース。Thank you. 宝物地図。Thank you. マグナムまだいいや。これ。Thank you. で、ここでちょっと整理。デフォルトでハンドガン持つ。で、右にマシンガン。下にショットガン。で、あんま使わない、しょっちゅう使わない系の武器はその下。ショットガンの下に。ちょっと。整理はどこからするから。Thank you. スコープどうしようかな。俺使ってなかったもんな、正直。いらない。 What are you buying? Thank you. マジか。お、やったね。お、お金余ったぼ。What are you buying? 余ったから買うか。これを。Is that all, stranger? でも置き場所に困るよな。いや、スコープだ、じゃないだろ。もしものことを考えてマグナム買っとこう。ここなんだよな、マグナムは。でも改造費がすごいんだよ、これは。どうしようかな。What are you buying? 13か。13。あ、ライフルよりある。ライフル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 。じゃあちょっと、今の状況を把握しよう。マシンピストルに至ってはもう弾がないのか。で、ライフルはある。こういう状況か。ハンドガンに行くか、とりあえず。とりあえずって。あ。調べ。ミスった。え？やっぱ個人的にやっぱショットガンはポンプ式が好きなんで、まあ実際戦争とか行くときはなんだっけ、セミオートショットガンの方がいいんでしょうけどね。It's a snipe point.マインクラフトやってるおかげで FPS にも慣れてきました。あ、ヒエスタ、また追う、また追うっていうのは撃てーって。あ、ヒエスタ、あそこ、また追うは撃てーって。もう近くでね、今いいアングルだったぞ。まあ、サムネがちょっと決めかねてるからな。Wait.
あ、しまったしまったしまった。レオンこっちにある。で、アシュリーが出てくる。 Follow me. Wait. あ、アシュリーはもう仕事しろよ。 Wait. あ、でもサムネイル画面ちっちゃいからな、わかんねえんだよな。で、ここで止まってドラム缶を撃ちます。で、これはこれハンドガンでいけねえんだっけ。え、ネスカフェデラックスとは聞こえたん。まあこいつはハンドガン、あ、爆弾持ってなかったからいいや。まずまっすぐ突っ走ります。死ななかった。ベリートゥーベリー。お、イエローハーブ。まあ当時バイオ4が発売された当時もすごい過評だったんですよね。まあ今じゃすげえ、バイオ4のために生まれてきたも同然みたいなね、そういう人も出てきましたね。今度バイオ6がね出ましたから、このバイオ5がねすごい評価上がるんじゃないの。ドラム缶の位置を確認。おお、一応確認する間に、と見えないのこれ。おーい、その壁、また壁が邪魔しとったぞ。暗転の壁フィールド、ここからか、またか、まあ、そんなにまたかって時間じゃないけど、うん、あいつにだけはちょっと油断ならん。あ、外した。本当はね、ムービー中、アヒエスター、またおうって、ちょっとまたおうっていうね、タイミングちょっと開くんだけど、飛ばしたことにて、アヒエスターまたおうってなんか連続で言ってやがった。これは、ネオ・アームストロングじゃねえや。出たっけ。たまーにスピネルがね来ますよね、松明を壊すと。三発。おー、ベリートゥーベリーを決めてくれ。俺はよし。かね。イエロイハーブ。イエロイハーブ？イエローハーブでいいんだけど。でへ。やっと玉拾ったぞ。もうなくなった。聞こえません？ネスカフェットね。スペイン語だっけ？舞台スペインだから。
ポインター見失った。こっち飛ばしてくる。飛距離をちょっと測る。おお、見えたんじゃねこれ。俺買ったんじゃないこれ。あ、こっちが。とりあえず古城に入る。いいケツだ。ウェイトして、あれ、ここから普通狙えんじゃねこれ。俺今までこう出てきてバーンっていったやってたのは、あの黒は何だったんだ。無駄に終わってしまった。このリクライニングチェアでやってる時とソファーでやってる時の連打の違い。ソファーでやってる時の方がすげえ連打早い。時間が、動画時間、収録時間が長いとね、やっぱね、途中メール来たりとかね、しますよね。静かになった。さあ、ショットガンをあげようか。6。What are you selling? What are you selling?Is that all? Is that all? Thank you. Come back anytime. あ、レオン、お前なんと厚かましい。振り向いた寸前に谷間に、なんだっけ、この腕というか、この腕の腕をなんか食い込ませるみたいな。ん？ああ、ここか。白銀。はーい。ここが、シルバーの、ちょ。あ、ちょい。アシュリー来てんの？来てない。あ、扉は上にもある。あ、こんじゅるる、ちょっちゃい。これは仕方がない犠牲だ。このおめえ許さんぞ。この敵の目の前で リロードしてしまうのはこれやばいな。うん、これ死なねえ。ん？あ、こいつ即死のやつだ。これ投稿してた頃の最初の方の動画見てくれたら分かると思うんですけど、こいつ首食べてきます。で、赤いやつが来る。赤いやつが
赤いやつと指示中が来る。もうすぐで来ないな。ほら、あ、赤いやつ、全員赤いやつじゃなかった。黒いやつと指示中だけだった。ちょっと待って、ちょっとなんでお前捕まってんだ。アシュリー、そこで何やってんだよ、めさあ、ここで焼夷手榴弾のお出番さ。なんかすげえアシュリーうぜえんだけど。アシュリーにあれをはめ込みたい。防弾チョキとかはめ込みたいじゃないな。ほら、今回アシュリーなんでやねん。ちょっとこれまずいぞ。これショットガンでね、一掃してやる。ああ、あいつ寄生体だ。違った。うら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 。あいつ引っかかっとる。目の前に寄ったぞ。おい、ほほほほ、危ない危ない。お、赤いハーブ。はっ、うん、来るなら来るで、もっと早めに全員で来てほしかったんですけどね。アシュリー、アシュリー、アシュリーのうざさがちょっと無頂点でとどまることを知らない。あと一回死んだらもう無視していく。この腕が、そっか、さっきレオンがアシュリーに対してハレンチな行為に及んだから、その罰だ絶対。よかった、俺明日休みだ。なんでいんだよ。あ、死んだ。こんちくしょう。もう一匹一匹確実にやるか。来てんのか、なんで来ないの。アシュリーの足の遅さはちょっと、これ赤いやつやんないと来るんだっけ。ずっと酔っぱいだ。まさかこれ扉なってる、これ
そんな気がした。結局マシンピストルはいつも残弾数がピンチなのか。マグナム、あ、そうや、俺マグナムを買っていたことを忘れていた。あ、また、あ、ここは一人で行けるからいいや。ウェイト精神が使えるから、マックスハーブも使っとけ。ここは修理にやる。ハンドガンの弾が来ることを祈って開けておこうか。ん？なんで引っかかってるの？こいつは脳みそをぶち抜いても死なないって言うからね。あ、今のよかったよかった。エスカフェデラックス。こんなにいたんだっけ。おっと、30発追加。死んだ。死んじゃいな。いや、うむ、落ちろ落ちろ。そっちから？これ両方？まあいいや、パニッシュだからもんだ。まあ別に。まあまあ、今足。果実の実ってなんだよ。決める。死んでない。よし。ああ、弾がね。これある方なのかない方なのかよくわからない。戦力を削った。お、全員いったが、まぐれ。アシリと合流だ。 Z いる？いるね。問題はここだよ。ここまずこれを装備だろう。
あ、俺は思ってた場所と違ったからいいや。横に行くだろう。これサラザールのモノマネです。Starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar. Ramón Salazar. I have been honored with the prodigious. 見る義理はない。あ、でも俺は思ってる場所に行くの、まあいいや。こっちか。次なんだっけ。取り逃しないよね。あった。見てよかった。これか。画面がまだ来てない。ガラドールガラドールガラドールと、みんな大好きガラドール、大好きなのかしれないけどね。よし、何ハーブ？あ、イエローハーブ。やばい。よし。だんだん疲れてきたぞ。クリケット。とか引き出しなかったっけ。でも面倒だからもうマグナムでやるか。ちょっと待って、なんかさっきメール来たんだけど。請求でした。どうしようか。一発で死ぬかな。びっくりした、なんで出てくるんだよ。俺歩いてたのに。びっくりした。これ一番逃げていけないのは階段の上。鉢合わせしたらほんと一巻の終わり。たまに登ってくるからね、やつは。あ、これ一番苦手なパターン。このマグナムかっこいいな。ほほほほほ。ラッキーラッキー、今のはラッキー。あ、バレた。どう。
ちいい。おほ。6発も入れた今。ふう、いい音だ。別に知らなかったわけじゃない。よしよしよし。行くぞ、明日修理。またの。スナイプポイント。でこ、バキュン。これは、お。最初に倒したんだった。で、お、2周目からは楽になるでしょう。あ、夏までは続けていくつもりです。ここだったのか。よし、まあ1体だけやれたら十分。ああ、狙撃手、あそこか。こいつ走ってればなんとかなる。まずシールドをぶっ壊して、お、あ、うん、うん、うん、お前、お前、危ない危ない。ついてまいれ。やばいの。マシンピースを使いたいけど、弾がないけど、そんな気にしてられっか。狙撃キングが、狙撃キングじゃねえ。あ、やっぱり来た。はぁ、あ、追加来た、追加追加。4、4、4だな、4。あーん、あーん、あーん。思ってたよ、最初から。あれ？あれ？これ逆に。珍しい光景。今のは、ああ、恥ずかしい。恥ずかしいぞ、今の。レオン。この狙撃機種めっちゃうざい。とりあえず、届かない場所に避難だ。これじゃ、アンチないのかな？アンチ、アンチ、アンチ。俺的には端っこが一番安全なんだけど。危ない危ない危ない。ん？あん、あん。今の体術を決めるという高等テクニック。アシュリーなんて来ねえんだよ。これシャーガン向かなきゃいけないんだよな、シュリ。ショットガンをぶっ放してる。あーん。てめえ、そこでしゃがむなよ。カモンカモン、ね、
来ない。このアシュリーをおとりにするっていう新しい手、しゃがむなって。カモンカモンカモン。さあ、ちょっと手の休憩、めっちゃ手が痛いんだけど、手首がね、手首がね、痛いんです。抱きつくんじゃねえよ、俺の足裏に。危ない。まあ、閃光は持ってないんだな俺な。いらっしゃいませ。外した。よし、お前は？ん？プロフェッショナルだとこういうことあるのか。あ、でもなんか若干倒し方によってなんかお金の出方も違うみたいな。今はなんかそうふと思ったんだけど。ちょ、狙撃手をちょっとねやりたいんだよ。あ、よかったよかった。これは両方相手にするパターンかな。あー、来たかった。こんちくしょ。いんぬ、ね、中出てた。使っとけ使っとけ。もうないよ。こいつ。この森ネズミはどこからなってんだ。クイックターン。思いっきりだ、誰か帰ってきた。これ仕掛けを作動すると新しいやつらが来るから、追加来るから、ちょっとそれほど余裕が構えないからね。よしよし、第一段階は終了。おお、あんだけあったパシンピストルじゃねえや、ハンドガンの弾が。で、リロードリロード。でも狙撃手がいないだけじゃだいぶ違うと思うんだけどね。さあ、追加来るぞ。
来たら扉開けてズバッてやるぞ。この剣はレオンの体型を見とこう。この右膝にかかってるポーチは一体何のポーチなんだろう。よいしょ。うっと、なんかすげえ足りが邪魔くさいやん。弾なくなったやつ。ううにゃ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 。そのダブル攻撃がないぞ。どっちダメージ、ダメージどっちかにもらった。なんだろう、体力をよく回復するようになったけど、今度は残弾数を見ないようになった俺。どう？しかもプロフェッショナルでこんな無謀な弾の使い方をしてるっていう。よし、ベリー、あ来たな。あと3人ぐらい。実際ショットガンでこれ近距離で撃たれたらどうなるんでしょうか。あんじゃねえ。ジャパンにはこの基本的に武器を持っちゃいけないってなってますからね。いい乳してんな。音は聞こえなくなったけど、この辺の弾を回収するか。森ネズミとは聞こえる？弾あんじゃねえかこっちに。あそこでアシュリーが連れ去られたらどうなんだろう。また最初からか。それ嫌だな、それ嫌だな。よいしょ。なんかあ、いいや、もう。さあ、どうせ来るんだろう？来てみなさいよ。ショイシュルダンで焼き払ってくれる。この水はどっから流れてるんだ。近すぎたかな？すべてにおいて近すぎた。どっからこれ？
シールドは撃破した。この支持地をまず撃つ。で、狙撃から逃げる。おお、これいたのかい。後ろからダメージないからいいね。来てるか。足で危ない。もう引きこもる、もう引きこもる、引きこもる。うわー、今の俺絶対あれ生きてたのに。もう生き、いや、困った時のショットガン。ふたまにありますよね。なんか死んだのに攻撃当たるってこと。二人か。やばい。あ、追加まただったのか。はあ、大変だ。一回録画切っちゃったからな。お茶飲みます。死ね。大な大な大大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 仕方ない。まあ、神秘っそ。手榴弾。どっか行ったぞ、あいつ。ちゃちゃちゃーん。あれ？うっ！あ、手すりが。やりよるわ、あの手すり。シュリーの仇。引きこもる。リローリング。アシュリーに使っとこう。こんなに回復したぞ。こういう集団の時はベリットベリーより普通のキックの方が。てめえ、なんでキックをしなかった。よし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 。ほほほ。アップ。
もうほんとおっぱいがなかったらやってらんねえよこのゲーム。ほんとにね。いたのか。あっと、そうそう、このキック、キック。やばい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 、すべてにおいてやばい。この状況外す普通。もっと爆弾系よ来い。よし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 、俺のアシュリー死んだ。んー、ちょっとなー、んー、ちょっと俺頑張ったよ、すごい頑張ったよ。すごい弾もなくなったよ。主にショットガンが。ああ、本当にもう、もうやっぱね、無編集の私でも、やっぱ心苦しかったんで、ちょっと録画止めました。やっぱ、ね。やっぱ無言っていいね。一発でいけた。ここまで。クランク。I know。ああ、分かっている。第一難関突破。よし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 。うわ、ちょっと忙しくて喋ってらんねえよこれ。シルト怖いな。ここやったんじゃね全員。あ、お金消えてた。マグナム使いませんでした。
まん。ああ、ここか。ああ、ちょっと霧がいいからここで終わるか。ね。爆弾。よし、商人とお話ししよう。Welcome. Got some rare things. What are you selling? Is that all? Is that all? What are you buying? パニッシャーか。他は。え？あ、今ライフルを改造したっけ？違う違う。こっちかな。じゃあ、You're right. I'm fine. Leave me alone. Ashley, wait. Ashley, what's going on?Ashley, I'm coming for you. ということで、あ、6回死んじゃったの。はいはい。頑張った俺。3時間1分か。途中セーブしたっけ？じゃあ、見てくれた方ありがとうございました。そんじゃ、またね。バイバイ。